伊勢神宮で神事を統括する大宮司が交代です。おととい、新しい大宮司に就任した小松清久さんは、旧皇族、小松宮の流れを組む元銀行マンです。退任した高塚さ直武さんと今日揃って、神前に挨拶する報告参拝に臨み、それぞれ就任と退任の報告を行いました。小松大宮司は、天皇皇后両陛下の長女で祭主を務める黒田清子さんのもとで神事を司ります。